今年結構去年とかよりかもラフが深いんで結構難しいかなと思いますけど、まあ、やっぱりティーショットをラフ入れないようにして、で、まあ、グリーン周りしっかりしのげればいいんじゃないかなと思います。まあ、全体的に難しいんですけど、まあ、やっぱり5番とか、18番とかそういうところが難しいんで、まあ、そういうところでしっかりしのいでいきたいです。去年が、2位だったんで、まあ、そんなに相性も悪くないんで、今年は優勝目指して頑張りたいと思います。